ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ？どうしたんだ、霊夢。大好きだったアイドルの子がいたんだけど、スキャンダルで芸能界を引退してしまったのよ。もうその姿を見られないなんて、残念だわ。アイドルは恋愛関係やら色々制約が多いから、長く続けていける人の方が少ないだろうな。ファンにとってはできるだけ長く続けてほしいものだけど、私の推し以外にも、スキャンダルでアイドルを辞めてしまった人はいるのかしら。じゃあ今回はやらかして転落したアイドルを紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは韓国で活躍していたアイドルグループを何組か紹介するぞ。一組目は、クレヨンポップだ。どんなグループなの？2012年にデビューした5人組グループで、初めはそれほど人気が高くなかったんだ。それでもパパパという楽曲で、メンバーのヘルメット姿に直列ご祈祷ダンスという、癖になる振り付けで徐々に知名度が上がっていくぞ。グループ名も可愛いわね。それが、名前が可愛い割にはなかなかやらかしちゃってるんだぜ。クレヨンポップには2つのやらかしがあって、まず1つ目は模倣疑惑だ。どういう意味かしら？2013年のクレヨンポップの衣装や振り付けが、日本の桃色クローバー Z を真似ているのではないかというもの。そしてその2ヶ月後に出した新曲がルパン三世のテーマと似ている、という疑惑だ。アイドルやアーティストの模倣疑惑って、なかなか証拠がないから難しい問題よね。そうだな。実際、ルパン三世のテーマと似ていると言われた曲を作曲したキム・ユミンさんは、その疑惑を否定するコメントを出したぜ。作曲者が否定した以上、あとは追及できないよな。二つ目のやらかしは何なの？二つ目は、メンバーの一人ソユルさんが、韓国の元男性アイドル、ソン・ヒジュンさんと、できちゃった結婚をしたことだぜ。あらぁ、アイドルが。しかもこの二人、ソン・ヒジュンさんが13歳年上という、年の差カップルなんだ。ソユルさんはそのまま事務所との契約満了を迎えて脱退し、他のメンバーも次々に他の事務所に移っていったぞ。事実上解散状態ってわけね。続いての韓国アイドルグループは、AOA だ。このグループはダンスチームとバンドチームに分けられていて、同じ曲でも2つパターンを披露できることから、その多彩な表現力が期待されていたぜ。ダンスもなかなか大人っぽくて、メンバーのスタイルの良さもうまく活かされていたんだ。そんなグループが、どんなやらかしをしてしまったの？ AOA は2023年現在3人のメンバーが残っているが、目立った活動はできていないんだ。その理由というのが、メンバー間でのいじめだぜ。ドロドロしてそうね。ことの発端は2019年にメンバーのうちの一人であるミナさんが突如脱退したんだ。その際同じメンバーのジミンさんから10年間いじめを受けていたことを暴露したぞ。10年間も？ミナさんは自分のインスタグラムに、父が他界して泣いていたら、あんたのせいで雰囲気が悪くなるから泣くなと言われた。などとこと細かに詳細をアップしたんだぞ。相当恨みがこもってるわね。これに対し、いじめた側だと言われるジミンさんはスタッフと共にミナさんの元を訪れ、直接謝罪したらしいぜ。インスタグラムにもすべて私が、グループをリードする上で不足した部分があり、間違っていた。と謝罪文を掲載したんだ。じゃあ騒動は収まったのかしら？一時はそう思われたんだが、やはり皆さんの恨みは相当根深かったらしいぞ。ジミンさんの謝罪の後も皆さんは自身の SNS でいじめの詳細をアップしていたから。とうとうジミンさんもグループを脱退していったんだ。残されたメンバーもかわいそうに。さてここからは、日本のアイドルでやらかした人たちを紹介していくぞ。まずは誰かしら？一人目は、元 NMB48 メンバーの吉田あかりさんだ。吉田さんのやらかしは、他メンバーを巻き込んだホテル密会事件だぜ。ホテル密会なんて、アイドルの話題で出てきちゃいけないやつじゃないのよ。この事件は、2011年の出来事だぜ。当時地方に訪れていた吉田さんをはじめとする NMB のメンバーは、ホテルに宿泊していたんだ。そしてそのホテルに、吉田さんがファンの男性二人を連れ込んだ、というものだな。可愛い顔に似合わず肉食系なのね。一応、名目はお菓子パーティーしようよということだったぜ。しかし同席させられていた近藤里奈さんや松田しおりさん、渡辺美優紀さんらのうちの一人が、密かにスタッフに連絡し、ことがバレたらしいぞ。本当にお菓子パーティーだったのかしら？そこの真相はわからないが、この騒動の後吉田さんは半年間の謹慎処分を受けているぞ。逆に、よく謹慎だけで済んだものだわ。吉田さんはこの他にも、元 NMB48 の村上文香さんの元彼有本優さんとの熱愛や、ジャニーズ WEST の小滝希さんとの交際疑惑もあったんだぜ。なかなかの目標っぷりだわ。吉田さんは2023年現在、コスメのプロデュースや YouTuber として活動しているが、一度ついた悪いイメージはなかなか払拭できるものではないよな。続いて紹介するのも、元 NMB48 メンバーの木下春菜さんだ。NMB48 はスキャンダルを起こすメンバーが多いグループだったんだが、
その中でもなかなかえげつないやらかしをしちゃってるんだぜ。一体何をしたのよ？大まかに言うと、既婚男性と不倫をした挙句に略奪結婚をしたってやつだ。しかもその相手の男性は、前科のあるような人なんだぞ。アイドルにあるまじき事態ね。さらにその男性は、元 MMB48 メンバー室加奈子さんの姉の旦那だったんだ。え？つまり、木下さんは元同じグループメンバーの姉の夫と不倫をして、しかもその男性は前科持ちだったってこと？ややこしいわね。そうだな。しかしこれが事実なのだから仕方ないぜ。木下さんと相手の男性秋田慎太郎さんは、木下さんがまだ NMB48 に所属していた2016年に不倫が報じられたんだ。奥さん、相当怒り狂ったでしょうね。秋田さんの妻は木下さんの SNS に、元メンバーの姉の旦那と不倫して離婚さしといて、ほんま痛い目合うよ。というコメントを残してるぜ。怖っ。ちなみに、前科ってどんな罪だったの？秋田さんはもともと大阪で太陽光発電の会社を経営していたんだ。2014年にその業績をよく見せかけた挙句、みずほ銀行から融資金約2億円を騙し取ったみたいだな。大事件じゃない。秋田さんは懲役2年4ヶ月を言い渡され、木下さんと不倫報道があった時にはすでに罪を償い終えていたぜ。とは言っても、元奥さんも別れて正解だわ。木下さんもそんな男性とは長く続かないと思うけど。ところが、木下さんと秋田さんは2018年に結婚し、その翌年には子供も生まれているんだ。その結婚式には元 NMB48 のメンバーも多数出席していたというから、ちょっと考え物だよな。心から結婚を祝福してくれた人はどれくらいいるのかしらね。続いては、元 NMB48 メンバーの須藤りりかさんだ。須藤さんって、もしかして総選挙で突如結婚宣言をした、あの、ご名答だ。須藤さんは2017年の総選挙で20位を獲得するほどの人気メンバーだったが、その壇上スピーチの場で突然結婚することを発表してしまったんだ。ほうほう。裏事情としては、須藤さんが総選挙直前に彼氏との密会を取られていたようだぞ。そのスクープが報道される前に自分からカミングアウトしたということみたいだ。全く予告も予想もされていなかったことだから、総選挙の会場は騒然だったでしょうね。この日に卒業を発表した渡辺真由さんのファンは真由の舞台を潰されたと大激怒だったぞ。さらに須藤さんの先輩の山本さやかさんもブログでただただ、驚きと混乱だけが生まれていましたと、難色を示していたんだ。確か大島優子さんも、暴言が書かれたキャップで怒りを表明していたわね。AKB グループの総選挙というのは、所属するアイドルやファンにとってとても歴史のあるものだったし、それを汚されたという意識があったんだろうな。結局須藤さんはその2ヶ月後のライブで全メンバーに向かって謝罪し、グループを卒業したぜ。結局結婚はしたのよね？ああ。2018年に結婚し2019年に芸能界を引退するまでクズでごめんなさいと、炎上商法で口ブレイクしたな。だがそんなものは長続きせず次第に仕事はなくなっていったようだぞ。結婚って本来は祝福されるべきものなのに、残念なやり方をしたものね。続いては、元 SKE48 メンバーの山田樹奈さんだ。彼女はグループを卒業してから、罪に手を染めてしまったんだぜ。なんだか思えないようになりそうね。そもそも、グループの卒業理由は何だったの？はっきりとは明かされていないが、アイドルに向いていないと思った。ストーカー被害に遭っていたというのが有力な説だ。そして卒業から2年後の2021年、詐欺や特定商取引法違反括弧不実告知の疑いで、逮捕されてしまうんだよ。アイドルをやるポテンシャルがあるんだから、それをもっと他のところで活かせなかったのかしら。山田さんは詐欺のカモにする男性に出会い系サイトで接触し、勧誘する役割だったらしいぞ。人を魅了するという点ではしっかり活かせてたみたいだな。どんな詐欺をしていたのかしら？山田さんを含む男女4人で共謀して、為替相場の変動を予想して投資する商品を売って約50万円を騙し取っていたぞ。特に山田さんは、出会い系アプリや SNS で高価な買い物をした様子などを投稿し、カモにする男性を釣っていたんだ。どうしてこんなことをしてしまったのかしら？一度知名度を得てしまった人間は、なかなか一般企業勤めなどは難しいからな。金を稼ぐために苦労していたんだと思いたいぜ。逮捕後、山田さんはどうしているの？被害者との間で示談が成立し、執行猶予がついたそうだ。ここまで落ちてしまったら、這い上がるのは至難の業ね。続いて紹介するのも、AKB 系列グループで活躍していた渡辺美優紀さんだ。確かファンの間で釣り師って言われてるのよね？そうだ。握手会やブログなどの対応がとても良くて、ファンの心をわしづかみするという意味でそう呼ばれているな。なるほど。あの秋元康さんからはもはや釣りというよりとは網とまで言われるようなアイドルだ。そんな渡辺さんが、何をやらかしちゃったの？イケメンモデル藤田トムさんとのお泊まり報道が出てしまったんだな。
しかもこの藤田さん、相当なクズ男で、それがますます渡辺さんの株を落としてしまったぞ。藤田さん、すごいイケメンなのね。藤田さんのイケメンっぷりにくらっときた渡辺さんは、彼女がいるにもかかわらず熱烈アプローチを仕掛けたようだ。さすが自他ともに認める釣り師だぜ。それになびく男も男だわ。しかもこの騒動の渦中に藤田さんの SNS の裏垢が流出したんだが、そこに渡辺さんとのことも包み隠さず書いてあったんだぜ。どの投稿も、渡辺さん自身やそのファンにとって衝撃の内容ばかりだ。一体何が書いてあったのよ？渡辺さんの愛称であるミルキーをもじってママの味いい。という投稿。他にもミルキーがずっとコロコロしてくるけど一切キュンとしないといったものだぞ。何をコロコロしてるのよ？そこはご想像にお任せするぜ。AKB 系列は恋愛禁止だからこそ。この一連の騒動はファンにとってかなりの衝撃だったでしょうね。そうだな。しかし結局、渡辺さんはこの騒動の後特に処分もなく卒業してしまったぜ。これまでグループ全体に与えた功績が相当大きかったみたいだな。だとしても、一度ついた悪いイメージはなかなか消えないわよね。最後に紹介するのは、NMB48 を代表するアイドルだった、山本さやかさんだぜ。山本さんはグループを盛り上げた立役者とも言える人よね。そんな人がスキャンダルを起こしたとは思えないんだけど。山本さんの場合はデビューする前のやらかしだから。直接アイドルの仕事に影響があったわけじゃないんだけどな。さすが山本さん、アイドルになってからはしっかり恋愛禁止のルールを守っていたのね。そうだな。山本さんの場合は、NMB48 メンバーとしてデビューした2011年に。それより前に異性と取ったプリクラが流出したぜ。それくらいなら、デビュー前だしいいんじゃないの？そのプリクラには山本さんを含む男女4人とお泊まりんこという記載があって、あのさや姉が男とお泊まり、とファンに衝撃を与えてしまったようだ。確かに、山本さんはアイドルとは言ってもアーティスト志向もプロ意識も高そうだものね。そんな山本さんが異性との関係を匂わせるような部分を見せてきたら、ファンなら戸惑っちゃうかも。まあ、それでもやはりデビュー前のことだから、大きなスキャンダルとはならなかったぜ。ちなみに山本さんは過去にワンオクロックのボーカル、タカさんや、阪神のプロ野球選手である藤波慎太郎さんとも熱愛の噂が出ているんだ。でもその噂は、山本さんからきっぱり否定されていたわよね。そうだ。そんな毅然とした態度も、さらに山本さんの株を上げていたぜ。しかし山本さんも2018年にグループを卒業しているから、今後は誰かと熱愛、なんて可能性もあるよな。もうアイドルではないにしろ、かつてのファンが根強くいそうね。山本さんは2022年に甲状腺のバランス異常による体調不良で活動を休止していたよな。なかなか思う通りに仕事をしていくことはできないだろうが、今後もファンのために頑張っていってほしいぜ。山本さんみたいに真摯に仕事に取り組む人なら、きっとファンもついてきてくれるわよね。ということでやらかして転落したアイドルを終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。